門司税関は去年1年間で輸入を差し止めた偽ブランド品などを公開しました。こちらに並んでいるものすべて偽物です。有名ブランドにキャラクター、そして薬まで多岐にわたっています。今日公開されたのは、門司税関が知的財産を侵害するとして去年差し止めた偽ブランド品などおよそ800点です。門司税関によりますと、去年1年間で輸入を差し止めたのは5万7千点余りで、2年ぶりに5万点を超えました。健康被害を及ぼす恐れのある偽の医薬品の差し止めが3万点を超え、前の年に比べて4倍以上に急増したことが要因の一つだということです。差し止め件数は中国からが半数を超えていますが、ベトナムや韓国からも前年に比べて2倍以上に増えています。門司税関は極端に安いブランド品やおかしな日本語表記のサイトには十分に注意してほしいと呼びかけています。